2014年の5月以降の出来事はほとんど覚えていない。娘のソユンが変わり果てた姿で見つかったと連絡を受けたあの日以降の記憶がほとんどないのだ。あの子はようやく授かった大切な娘だった。前年にアル中の妻と離婚し、別の町へ引っ越し、親子で苦労した。高校へ上がるのを楽しみにしていたソユン、新しい制服に袖を通し、晴れやかな顔でまだ見ぬ友人たちと過ごす高校生活を夢見ていた。しかし彼女にそんな未来が訪れることはなかった。あの子はもういない。何もかもあいつらのせいだ。キメ女子高生殺人事件。少女が抱える心の隙間に忍び込み、暴虐の限りを尽くしたケダモノたち。脅迫し、搾取し、ついには命まで奪う残忍な犯行は、20代の若者とまだ中高生だった少女たちによって行われました。韓国史上最悪の集団リンチ事件はなぜ起きてしまったのか。今日はキメ女子高生殺人事件にグロファイリングだ。グロファイリングはご覧のグロファイラーのほか、多くのグロファイラーたちによって支えられています。眠れなくなっても知らないぜ。さて今日は2014年に韓国で発生したキメ女子高生殺人事件です。日本での知名度はほとんどないこの事件ですが、我々のよく知る2つの事件と状況が極めて似ているという点で忘れてはならない事件でもあります。1988年に発生した女子高生コンクリート詰め事件と、1999年に発生した栃木リンチ事件。若者たちが被害者を監禁し、凄まじい暴行の果てに殺害してしまう。若者たちによる集団犯罪に共通する加害者側の想像力の欠如と、集団心理が引き起こす常軌を逸した残虐性。2014年にキメ女子高生殺人事件が韓国で発生した際、海外メディアはこぞって日本で26年前に発生した女子高生コンクリート詰め事件と比較しました。一体その日キメで何が起きたのか、それでは行ってみましょう。2014年、韓国キメ市、転校先の中学でのいじめが始まったのはいつ頃からだったのだろうか。私と妻の離婚を機にこのキメに越してきたのが去年だったから、それからすぐだったのだろうか。アルコール中毒だった妻と私の折り合いは悪く、私は離婚後娘と二人でこのキメでの新しい生活を夢見てやってきた。しかし娘にとって現実は違っていたのだろう。いじめのきっかけは娘の話し方だったと聞いた。アルコール中毒の母と離れて暮らし、人生の再スタートを夢見ていたソヨンでしたが、元から内気でおとなしい性格だった彼女はあることをきっかけとして中学の同級生から陰湿ないじめを受けていました。韓国東部地方の方言であるキョンサンド方言を使わないから、それがいじめのきっかけでした。日本で例えるなら、関東から来た転校生が関西弁を使わないからいじめられる、そんな例えが適切かと思います。転校後すぐに始まったいじめ、もっとも中学3年の終わり頃に転校してきたソユンにとって中学生活は残りわずか。あと数ヶ月で中学を卒業し、新しい高校生活をスタートさせるんだ。ソユンはそう考えていました。そしてそのことを裏付けるようにソユンは父にこんな話をしていたそうです。高校に入ったら学校でも教会でもたくさん友達を作りたい。敬虔なクリスチャンの家庭に生まれたソユンにとって教会への礼拝は日常生活の一部でした。そして2014年3月15日、高校入学後2週間が経過したその日の午後4時頃、帰宅途中の路上で携帯電話を操作していた姿を最後にソヨンの行方がわからなくなります。あれほど高校への進学を楽しみにしていた娘が突然失踪するなど考えられない、そう考えた父でしたが、ソユンの方は違っていたようです。高校へ進学しても終わらないいじめ、相談相手としては頼りない父、日々に疲れ切ったソユンはいつしかその拠り所を見ず知らずの他人に求めるようになっていました。見ず知らずの他人と文字だけでつながることができる現代、そうソユンは SNS で知り合った相手にいつからか心を許すようになっていたのです。インターネットが全地球規模で発達した2000年代以降、韓国だけで見ても SNS をその発端とする犯罪は多く、以前にグロファイリングでも紹介した NBA
ルバンベア事件やミリャン女子中学生性暴行事件も SNS の闇が大いに関係していました。そんなに不満があるのならいっそのこと家を出るといい、うちにおいでよ。優しく真摯に話を聞いてくれるまだ見ぬ画面越しの男だけが疲れ切ったソユンの心の拠り所でした。真面目でおとなしい性格のソユン、しかしその真面目さは常に振り切った大胆さと背中合わせでもあるのです。一緒にドライブでもして美味しいものを食べよう、お父さんには友達と遊びに行くって言えばいいよ。そしたらお父さんもきっと心配しないで待っていてくれるはず。3月15日、ソユンはこの日送られてきたメッセージを見てついに決心し、誘いに応じてしまったのです。ソユンの運命が奈落に向けて転がり始めていました。プロフィールを含め文字でのやり取りと実際に会った人物とでは全くの印象が違う。ひどい時には別人というのがマッチングアプリや SNS ではよくあることです。実際この時待ち合わせ場所にいた男が明らかに年配であったり不穏な雰囲気をまとっていたのであれば、ソユンも警戒して帰宅していたのかもしれません。しかしこの時ソユンを待っていたのは SNS のプロフィール通りの若い男、キムと名乗った男は外見は普通の青年でした。家出の興奮冷めやらぬ少女を車に乗せ、しばらくドライブを楽しんだキムはソユンへこうささやきます。君を俺の友達に会わせたいんだけど構わないかな、せっかくだからみんなで楽しく騒ごうよ。二人を乗せた車はキメ市に隣接する釜山広域市内のモーテルへゆっくりと入っていきました。すでに予約されていた部屋へ入ると、そこにいたのはソユンと同じぐらいの年の少女たちでした。少女たちは初対面のソユンへ親しげに話しかけ場を盛り上げます。ソユンの緊張が解けた頃合いを見てキムの友人であるという3人の男も加わり、その場を若者たちの興奮と熱気が支配し始めます。キメに来てから同年代の友達ができず鬱屈した日々を送っていたソユンにとっては何もかもが初めてでした。彼女はすっかり興奮していました。まるで獲物に群がるアリのようにソユンに群がってくる男たちの素性も知らず、ソユンは勧められるがままにアルコールを飲み始めたのです。気がつけばすっかり酔いつぶれていました。初めて飲むアルコール、ぐにゃぐにゃに揺れている世界、そんなソユンの様子を見た男たちはそれまでとは全く違った表情で互いに目配せをし、不気味に笑い合います。さあここからが本番だ。あらかじめ手はずを整えていた男たちは酩酊状態のソユンをベッドへ運び、ズボンのベルトを緩め始めました。この時一緒にいた少女たちは男たちの指示に従い、抵抗できないソユンが凌辱される様子を克明に動画に記録しています。全てが終わりすすり泣くソユン、そんなソユンに男たちはたった今撮ったばかりの動画を見せながらこう言い放ちました。この動画をばらまかれたくなかったら俺たちの言うことを聞くんだ。絶望がソユンを支配した瞬間でした。手慣れた手口と狡猾な手段を使いソユンを肩にはめたこの男たち、一体彼らは何者なのでしょうか。実は彼ら国内のモーテルを転々としながら共同生活をし、 SNS で言葉巧みに少女たちを誘い手なずけ売春をさせ、その金で遊び回ることを生業とする非行少年たちだったのです。彼らにとって一連の行為はビジネスでもあり最高の娯楽でもありました。ソユンを誘い込む役だったキムは途中から別行動を取り、以降はイ・ジェグン、ホ・ジェンミン、イ・ナンドゥの当時24歳から25歳だった男たち3人が主犯格となります。彼らに付き従った4人はいずれも中学生から高校生の少女たちでした。モーテルに連れ込まれてから一歩も外へ出ることを許されなかったソユンはその日から1日平均3名、多い時は8名の男の相手をさせられました。苛烈な暴力こそなかったものの、食事は1日に1回、必要最低限の身支度以外はひたすらに客を取らされる日々、睡眠時間も十分に取れないままモーテルからモーテルへと連れ回され、客の相手をさせられる、それは想像を絶する地獄のような日々だったに違いありません。他方ソユンの父は失踪した娘の安否を心配し、ソユンが帰ってこなくなったあの日から警察に何度も足を運んでいました。中学でのいじめに耐え抜き、あれほど進学を楽しみにしていた娘が数回高校へ通っただけで自発的に姿を消すとは考えられなかったのです。しかし地元の警察はソユンの父の訴えを聞き届けることなく追い返したのです。その点についてはっきりした理由は不明ですが、警察がこの時点でソユンの失踪は思春期の少女
所によくある家出の類と考えていたこと、さらにソユンが失踪したキメと犯行グループが主な拠点としていたプサンでは警察の管轄する区域が違っていたことなどがその理由とされています。事件性のなさへの過信、それは捜査の遅れを誘発し情報の連携を滞らせました。大人たちが誰も気づかないところで事件はますますの凄惨さを増していったのです。脅迫され、十分な栄養も取れず、見知らぬ男に肉体をもてあそばれ、絶望のどん底にいたソユンでしたが、彼女が監禁されてからちょうど2週間が経過した頃、事態は急展開を迎えます。ソユンの父が何とか警察を説得し、やっと警察が動き始めたのです。ここがソユンと犯人たちにとっての最大のターニングポイントでした。彼らがそれまで売り物にしていた家出少女たちは、そのほとんどが親から見放されたものや、すでに人生を諦めたものたちでした。したがって彼女たちを必死になって探す者はほとんどいない。しかしソユンの場合は違ったんです。父は警察に通い詰め、なんとか警察を動かしたのです。ソユンの父が彼女のことを必死になって探している、そんな情報を耳にした犯人たちは、話し合いの結果、売春のことは誰にも言わないようにとソユンにきつく口止めをし、なんと彼女の身柄を解放したのです。そう、ソユンは一度犯人たちから解放されていたのです。3月29日、ソユン行方不明から15日後、突然自由の身になったソユンはボロボロになった体を引きずり、なんとか家までたどり着き、この2週間自分の身に何があったのかを父に話しました。無事に父と再会した時、ソユンが感じた安堵はどれほどのものだったのでしょうか。見る影もなくやつれ、身も心も傷ついたソユン。しかし彼女は警察への通報を激しく拒絶したのです。14日間休みなく恐怖に支配され続けたソユンは、解放時に犯人たちが口にした脅迫を全て信じ込み、父以外の男に対して無条件に恐怖を感じていたのです。また男性警察官と取り調べ室で向かい合う心理的プレッシャーも通報への高い壁でした。もっともそれでも父は根気強くソユンを説得し、だんだんと落ち着きを取り戻したソユンは、なんとか警察へ行くことに同意します。明日教会へ祈りを捧げてから警察へ行こう。父と娘は全てを警察に話すことにしたのです。3月20日、クリスチャンにとっての礼拝日であるこの日、自宅を出て教会へ向かう二人の後ろ姿をじっと車の中から見つめる黒い影。そう、犯人グループの男たちがソユンを解放したことを後悔し、再び彼女をさらおうと考えていたのです。父親と一緒にいるのか、どうやってさらおうか。しかし運命は残酷にもソユンを見放したのです。この日、最悪なことに親子が立ち寄った教会では礼拝時間を年齢別に分けていたのです。つまりソユンと父は教会の中では別行動を取らなければならなかったのです。男たちはソユンと父が別れた隙を見計らい、少女たちを礼拝堂へ向かわせました。ソユンの前に突然見覚えのある顔がいくつか並ぶ。恐怖で声が出ない。少女たちはソユンをあっさりと捉え、車に押し込んでしまったのです。その後ソユンを待っていたのは、見ず知らずの男たちにひたすらに尊厳をないがしろにされる2週間前に始まったあの日々でした。性欲を満たすことしか考えていない客たち、彼らへの奉仕を強要する男たち、主犯3人につき従い助けようともしない同年代の少女たち。しかし絶望に次ぐ絶望の中、ソユンはこの地獄からの脱出を諦めてはいませんでした。4月4日、この日パソコン作業をしていた見張りの男がタバコを吸いに外に出たのを機に、ソユンは行動に出ます。勇気を振り絞り、ネットに繋がったままのパソコンに向かい、震える手でキーボードを叩きます。誰か助けて。しかし運悪く、この時画面に表示されていたのは犯人たちの使っていた SNS のアカウントだったのです。自分たちの管理しているアカウントから突然助けを求める投稿がされた。他の男たちはその異変を見逃しませんでした。すぐさま男たちがソユンが監禁されている部屋になだれ込み、彼女を取り押さえます。主犯3人は激高し、命乞いする彼女を引きずり殴りつけます。ソユンを商売道具としていた彼らは、それまではソユンへの身体的暴行は控えていましたが、この時ばかりはよほど腹を立てたのでしょう。自分たちでリンチしただけでは飽き足らず、男たちは少女たちを呼び出し、こうも告げています。お前ら今から一人ずつこいつを殴れ、ボコボコにするんだ。これまでとは明らかに違う雰囲気に、初めは戸惑った少女たちも、一人がその境界線を踏み越えるとそのタガが一気に外れます。彼女たちにも選択肢はありませんでした。暴力はだんだんとエスカレートし、男たちから言われるがまま順番にソユンを暴行していく。男たちはそれを満足そうに眺め、笑い、囃し立てる。この日を境にソユンは
商品ではなくなりました。感覚の麻痺、集団ゆえの残虐性、怒涛のように押し寄せる暴力による快感は次第に彼らの理性を吹き飛ばしていきました。椅子で殴りつける、焼酎を瓶ごと無理やり口に注ぎ、吐き出せば床に顔を押し付け、吐いたものを舐めさせる。衰弱したソユンに対して100回以上立ったり座ったりを繰り返させる。制裁や見せしめだったはずの暴力はやがて拷問へと変わっていきました。純粋な悪意、そこにはまっさらな悪意だけがありました。4月9日から始まったリンチは特に凄惨でした。ソユンが家に帰りたいと泣くたびに扇風機で彼女を殴り、死ぬ前にこの中の誰かを道連れにできるならどいつがいいと執拗に問いただし、追い詰められたソユンが一番年上だった男の名前を挙げれば、名指しされた男はソユンを歩道のブロックへ叩きつけるなど激しく暴行を加えました。男たちは代わる代わるソユンを痛めつけ、疲れると他のメンバーに交代し、それは一日中休むことなく続けられました。日付が変わった4月10日午前0時30分頃、熱湯を浴びせられ全身が火傷でただれたソユンはそのまま死亡しました。凄まじい暴力を受けたことによる外傷性ショックと飲み水すら満足に与えられず、脱水症状を起こしていたことがその原因と考えられています。ソユンの死亡に一部の少女は動揺しましたが、主犯格の男たちは即座に死体の始末について相談を始めます。翌11日モーテルのあったキメ市から北西に進んだチャンニョン郡へ向かった一行は、遺体を乗せた車で広い果樹園の一角に侵入すると、あらかじめ用意しておいたガソリンを遺体の顔に注ぎ火をつけました。身元発覚を防ぐため顔を焼いたのです。その後一行は穴を掘り、変わり果てたソユンを埋め、果樹園を後にしましたが、果樹園だと遺体が見つかりやすいのではないかと思い直した男たちは3日後遺体を掘り起こしています。そして果樹園よりさらに人通りの少ない山林に行き、遺体を念入りに埋め、仕上げとしてそこにセメントを流し込んでいます。これで完璧だ、バレるはずがない。万全を期して遺体を隠蔽し満足した男たちでしたが、事件は思いもよらぬところから発覚します。それは彼らの傲慢さとどうしようもないクズっぷりが招いた、まさに自業自得とでも呼ぶべき事態がきっかけでした。遺体を埋めてから1ヶ月後の5月のある夜、韓国のテジョン広域市、いつものように男たちは少女を連れ SNS で釣り上げた客とモーテルで落ち合いました。しかしこの日ばかりはことはうまく運ばなかったのです。40代の男性客に未成年の売春を斡旋したと咎められた彼らは、その男とトラブルになり、駐車場にあった植木鉢をその男の頭に叩きつけ、男を殺害してしまったのです。この事件はすぐに警察の知るところとなり、男のうちの一人と死体遺棄に関わった女が逮捕され、事件は大々的に報道され、その話はソユンのリンチに関わった一人の少女の耳に入ります。私が関わったあの事件もきっと警察にバレるに違いない。怯えた少女が警察に出頭し、ことは全て明らかになりました。その後少女の証言通り、ソユンの遺体が山林から発見され、変わり果てたソユンは父の元に返されました。ソユンと再会した父の同国は言葉にはできません。犯行グループ8人は全員が逮捕され起訴、世間は20代の若者と中高生の少女たちが起こした事件に騒然となります。特に中高生の少女たちが犯行に加担したことは深刻な社会問題となりますが、少女たちは未成年である以前にあくまで従犯でした。主犯に付き従う者として裁かれた少女には懲役6年から9年の不定期刑が確定、残り3人の少女たちはおそらく実刑を免れたと思われます。最終的には男3人が主犯と判断され、イ・ジェグン、ホ・ジェンミンが無期懲役、イ・ナンドゥが懲役35年の判決を受け収監されました。ソユンを誘い出し一連の事件のきっかけとなった男キム・グミンは未成年者略取の罪にのみ問われ、懲役3年の刑期を終えすでに出所しています。事件後のソユンの父の動向についての詳細は分かっていません。いかがでしたでしょうか、キメ女子高生殺人事件。相当久しぶりにですね、今日動画を出しました。動画投稿しました。で、まあ、ツイッター、X、なんかで、まあ、議論どうしたんだって、ちょっと、ざわついてましたけども。まあ、スタジオをね、新しく作っていたのと、まあ、ライブでも言ったよね、これね。うん。で、あとね、本業がね、ちょっと忙しすぎて、台本をね、ある程度かけてたんですけど、動画にするのに、随分時間がかかってしまいました。ちょっとまあバタバタがね、ある程度終わったんで、まあ、どんどん以降更新していきたいと思います、グロファイリングね。でね、ここ1ヶ月ぐらいでいい感じのねデザイナーさんと出会えたんで、グロファイリングのグッズなんかね、かっこいいやつを年内には
出したいと思います。まあロンティーがいいんじゃないかな。去年ねロンティー出したんだけどいまいちね売れ行きがね良くなかったんで、ちょっとリベンジとして今年はまたロンティー出そうかなとは考えてます。うん、いろいろねかっこいいねものができそうなんで待っててください。はい、あとですね今日ちょっとムー出てたけどソゼねソゼですけどとりあえず経過は良好です。投薬期間が終わって現在ね体調も悪くなく再発もなく元気に過ごしてます。本当にグロホイラのおかげです。ありがとうございます。昨日一昨日かな買ったばかりのねカーペットにねソゼ君がねおしっこしちゃってもカーペットが臭くてしょうがないよ。ニッキーがねちょっと切れてたよ。いずれね、動画の方にも出てもらいたいと思ってるんで、お待ちください。ちょっとね、グロファイラーの生活にね、グロファイリングが足りなかったでしょ？まあ、いろいろね、休めたんで、再始動していこうかなと思います。別に何かあったってわけじゃないんでね、本当にね。はい。で、メンバーシップもね、全然出せてないんで、緊急報告で出そうかなと思ってます。うん。そんな感じ。じゃあ今日はこの辺で。